訪れるのも一苦労な卑怯すぎるお城ワースト5。日本全国には訪れられる城だけで200箇所あります。大阪城や名古屋城のように有名観光地として整備されたものも多いですが、中には訪れるのも一苦労だったり、霧の中に佇んでいたりする卑怯すぎる城もあります。今回は日本全国の城の中から卑怯すぎる城5箇所をワーストランキング形式で発表します。第5位、不便さのおかげで残った天守閣、備中松山城。まずは岡山県高梁市の臥牛山、小松山にある備中松山城です。岐阜県の岩村城と奈良県の高取城とともに日本三大山城として知られています。また現存天守がある国内12箇所の城で唯一山城であることでも有名です。鎌倉時代の1240年に近隣の右官郷の地頭だった秋葉三郎重信が築城しました。なお当初は現在地より少し北側の大松山に築かれました。その後鎌倉時代末期の1331年に南側にそびえる臥牛山にまで城域が広げられました。戦国時代には備中の戦国大名で西国の覇者毛利氏に従っていた三村元親が居城としていました。しかし元親が織田信長に寝返ったことから、毛利氏は備中松山城を奪取します。毛利氏が関ヶ原の戦い後に没落すると、備中松山城は江戸幕府直属の常磐や水野氏など様々な大名が治めました。江戸時代に天守が築かれるなどして現在の姿になりましたが、明治時代に廃城になりました。城は標高487メートルの山頂に築かれており、天守も430メートルの高さに位置しています。ただ山上へのアクセスがあまりに不便だったため、江戸時代の歴代城主は麓に尾根小屋と呼ばれる館を設けていたほどです。明治時代に廃城になった後も山上の天守閣や二の櫓は破却されずに放置されていました。現在でも JR 備中高梁駅や岡山自動車道の加用インターから車などを使って臥牛山中腹の不意後峠駐車場まで行き、駐車場から20分程度歩く必要があります。このアクセスの不便さが秘境と言われるゆえんです。加えて備中松山城は毎年9月下旬から4月上旬の明け方から朝8時頃にかけて雲海が発生することでも人気があります。雲海が立ち込める中、天守と周りの森が浮かび上がって見える風景は天空の山城の名に恥じないほど幻想的です。なお城の北東には雲海展望台もあり、より秘境にふさわしい風景を見るのにうってつけです。第4位、築城の名人によって築かれる赤城城。次に紹介するのが三重県熊野市にある赤城城です。加藤清正や黒田官兵衛と並ぶ築城の名人藤堂高虎が1589年に築きました。1586年に発生した地元土豪や農民による一揆を鎮圧した後、一揆の再発を抑えるために築かれたとされています。1615年に江戸幕府が一国一城令を発した際に廃城になりました。赤城城は標高230メートルの丘陵に築かれた平山城で、主閣を中心に三方に伸びる尾根の上に廓を配置する中世の山城建築の特徴が生かされています。同時に各所に高い石垣を配置したり、狭めの出入り口である孤高を設けたりしている点も特徴です。中世の山城から
金星城郭への過渡期を象徴する城としても重要視されています。赤城城が卑怯すぎる城とされるのは、まず熊野市の中心駅である JR 熊野市駅からのアクセスが大変であるためです。駅からは車でも40分程度で、途中国道42号線、311号線や三重県道40号線を経由する必要があります。公共交通機関の場合、熊野市コミュニティバスでアクセスできますが、熊野市駅から出る A ルートが1日4往復しかありません。加えて途中の小栗栖停留所で E ルートに乗り換える必要があります。こちらも1日2往復しかないため、帰りのことも考えなければいけません。また赤城城は天空の城の一つとしても有名です。毎年秋から冬にかけて、周りの山々から流れ下ってきた霧が周辺に立ち込めることで雲海が発生します。霧が城跡を囲む幻想的な風景は、近くを走る三重県道40号線の周辺から見るのがおすすめです。第3位、女城主の悲劇を今に伝える岩村城。続いては岐阜県恵那市の岩村城です。日本三大山城の一つであるとともに、全国の城で唯一日本の秘境100選にも選ばれています。岩村城は鎌倉時代の1185年、源頼朝に仕えた御家人加藤景門が築城したとされています。その後は景門の末裔である遠山氏が居城としました。岩村城は東美濃に位置していたため、戦国時代末期には織田氏と武田氏の抗争の舞台となります。信長は城主の遠山景藤を味方につけるため、叔母であるお通夜の方を景藤に嫁がせました。しかし1572年に景藤が病死すると、後継ぎに決まっていた養子で信長の五男五郎丸が幼かったため、お通夜の方が代理で城主となりました。間もなく武田の武将秋山虎重信友が攻め込んでくると、籠城戦の末にお通夜の方は虎重の妻になることを条件に降伏します。1575年に信長が武田勝頼を長篠の戦いで破ると、信長は勢いに乗って岩村城をも奪還し、虎重とお通夜の方を逆さ張り付けにしました。江戸時代には岩村藩の中心地となり、荻生松平氏や三輪氏が治めました。その後明治時代には廃城となり、建物群も解体されています。岩村城は海抜717メートルに位置しており、江戸時代にあった各藩の居城で最も高い場所に位置する城として知られていました。城にアクセスするには、北西側の麓にある岩村歴史資料館で車を止めた後、途上口から登る必要があります。石畳の坂を登りながら、深い森を抜けた先に城跡がある分、秘境そのもののように感じられるでしょう。加えて雨が降る前や止んだ後によく霧が発生することから、霧ヶ城の異名もあり、霧が城跡に残された石垣群に立ち込める姿は秘境にふさわしい風景そのものです。特に本丸の北東側に残る六段壁、六段の石垣は森の中に忽然と姿が見えてくる上に、霧が立ち込める様子は見どころとして知られています。第2位、日本のマチュピチュとして有名な天空の城、武田城。続いて紹介するのが兵庫県朝来市にある武田城跡です。市内のほぼ中央にある和田山町地区にそびえる標高 353.7メートルの古城山、トラフス山の山頂に築かれています。秋に城跡の周りに雲海が立ち込める姿から、天空の城の代表格としても有名です。
武田城が築かれたのは室町時代の花橘年間1441年から44年とされています。応仁の乱で西軍を率いた山名宗全、持豊が南の播磨の守護だった赤松氏に備えるために築きました。完成後は家臣の大田垣光景が城主に任じられ、城も大田垣氏の居城となっています。時は流れて1580年、羽柴秀吉、後の豊臣秀吉が織田信長の命で中国地方に攻め込むと、彼の弟秀長が武田城を攻略しました。城主だった大田垣氏は没落し、代わって秀長の家臣桑山重治が城主となりました。1585年に重治は秀吉の命で紀伊の和歌山に移り、代わりに赤松広秀、西村正弘が城主として入ります。広秀は石垣を多く用いて金星城郭に改築し、城は現在の形になりました。その後広秀は関ヶ原の戦いで西軍について、戦後に降伏して鳥取城を攻めますが、その際に城下町に放火した罪で自害させられました。広秀の死により武田城も廃城となりました。武田城は古城三丁城の本丸から三方向に伸びる尾根伝いに曲輪や防御機能を備えた枡形虎口が配置されているのが特徴です。加えて廃城後も当時の石垣がそのまま残されているため、その規模は現在残っている山城の中では屈指とされています。また武田城は秋頃の雲海でも非常に有名で、400年以上の歳月を経た壮大な石垣群が残る城跡を雲海が囲む様子は、日本のマチュピチュと呼ばれるほど幻想的な風景です。この雲海は城の近くを流れる丸山川が発する霧によって作り出されます。城跡も含めて眺めたい場合は、南東の立雲峡や北西の藤輪峠から眺めるのがおすすめです。他にも武田城へは麓にある JR 武田駅や山城の里駐車場から徒歩40分かけて登ります。山登りに適した格好が必要である上に、冬場は入山できない分、より秘境のように感じられるでしょう。第1位、日本最強の城の異名もある難攻不落の山城、高取城。続いては奈良県高市郡高取町にある高取城跡です。備中松山城や岩村城とともに日本三大山城に数えられます。城自体は標高 583.6m の高取山の頂上に築かれており、本丸や二の丸には現在も立派な石垣群が残っています。高取城は鎌倉時代末期の1332年に大和南部の豪族越智国住が築城したと伝わっています。当初は市城扱いでしたが、戦国時代以降は越智氏の本拠とされるようになりました。ただ1580年に近畿を中心に覇権を確立した織田信長が大和国内の城を郡山城のみとした関係で一度廃城となりました。その後信長は本能寺の変で亡くなり、城主だった越智氏も大和の戦国大名筒井順慶によって滅びます。順慶は1584年に高取城を再建し、加えて翌年伊賀に移った筒井氏に代わり、大和に入った豊臣秀吉の弟秀長は家臣の本田利久に改築を行わせました。利久による改築により、高取城は中世の山城から近世城郭へと生まれ変わりました。その後利久の子利政は関ヶ原の戦いでの功により、高取の地を加増安堵され、江戸時代の高取城は高取藩の中心地として繁栄しました。し
かし鷹取城は明治維新後の1873年に政府の命令で廃城となり、主要な建造物は取り壊されました。鷹取城は鷹取町中心部から南東に4キロの場所にあります。ただ城へのアクセスはかなりの時間が必要です。最寄り駅の近鉄吉野線坪坂山駅からは歩いて2時間、駅から奈良交通バスで最寄りの坪坂寺前停留所まで行った場合でも1時間程度です。車で向かう場合も麓の坪坂寺駐車場から1時間歩いていく必要があります。途上口までは車でアクセス可能ですが、道幅が車1台通れる程度で行き違いも難しいため、安全上おすすめはできません。また鷹取城は麓から天守台までの高低差は390メートルと日本一を誇り、日本三大山城の中でも最も高めです。山城は高低差が高いほど難攻不落の度合いも強まることから、日本最強の城の異名まであります。城跡は現在鬱蒼とした森林が広がっている分、アクセスの大変さや高低差の高さとともに秘境の趣を高めています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。